はい、OK です。では監督、はい、これからイメチェンをイメチェンしたいと思います。お願いします。イメチェン、いつもどういう風に美容室行ったらお出してます？眉毛にちょっとかかる程度、耳にちょっとかかる程度、重さを軽めに、この3つですね。こだわりは3つのみ。一時期、結構噛めたりとかしたけども、なんか毎回なんかルーティーンがめんどくさくて、ここ5年、6年はもうカットのみ。監督ラボでも帽子をかぶることは多いので、髪は特に。チャレ坊主とかは経験ないと。ない。ちょっと皆さん、監督、この方最近菅田将暉に似てると、巷で噂されてるらしいんですよ。ありがとうございます。あ、でも、最終的にアンケートを取ると五分五分だったんで。似てますか？似てます。乾いた目をしてる。今菅田将暉の髪型にしていこうとは思ってないんですけど、ちょっと今日は私ゴジパンプレゼンツで私が似合うと思う髪型に私が切っていこうと思います。お願いします。ここでパチパチの効果を。はい。イメージ。監督ラボ何回か出てるコジバンです。今日は監督のイメチェン企画をやっていきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあスタートします。はい。最後切ったのはいつですか？2ヶ月かな。講習受けてたんですよ。4時間以上講習受けてきた。4時間以上、はい。どんな髪型にしたいかっていう聞きたいですか？事前。え、なんかそのすごい特殊だったら先に聞きたいな。特殊ではない。お任せで OK です。イメチェン。耳の後ろ、あ、うまくいった。すごいうまくいった。水、最初にブロッキングをします。ブロッキング、美容師さん曰くブロッキングで全て決まるそうです。で、私は全てをメモしてきたノートを今日忘れてきたのでちょっと当てずっぽうになります。ゴールに指を置いて持ってって上を取って内側を、ちょっと私素人なんでこだわりすぎると多分終わらないので大体できます。はい。すいません、美容師の皆さん多めに見てください。いきますよ。はい、お願いします。最初の手。あ、ちょっと待って、食べるよ、もしや。食べはしないと思うけど。ないけど、多分加えて投げろってしそう。一番難しいポイントはどこですか？なって思ったんですけど、美容師さんってやっぱプロだから、センスじゃなくて技術です。技術、うん、これはもう技術力ですね。バッツリいってます。相当バッツリいってます。怖いな。大丈夫大丈夫。ここ今刈り上げてます。見るからにもう毛が毛量が変わってきてるんですけど。そこ薄いですね、監督。ここは毛がかぶさるんで、後々。ここは何ミリですか？可能な限り短く刈り上げていきます。刈り上げる技術も得得したってことですね。はい。習ってきました。マジで美容師さん、普通に今まで切ってもらってたけど、もっと噛み締めなきゃダメって思った。マジだ。イメージ。後ろもなんかこっからもう刈り上げちゃいたいんですね。このサイドの刈り上げラインとここ後ろをつなげます。これはマジで難しすぎて私にはできないんで、プロの技なんで適当なんですけど、ここがゴール。頭の形に沿ってラインを引いて、でこっちを下げて、これはできない。でこっちを上げると綺麗なラインができてるって。私はもうこの程度のラインしか作れないんで、あとは微調整です。まあね、書道でいう二度焼き。あ、坊主にしていきます。はい、なんか刈り上げと坊主って違うんですって。刈り上げが一番短いで、坊主がそれちょい長らしいです。早めがご希望ですか？ですね。変身したい気持ちはありますか？ちょっとイメージ。なんか環境が変わったから、なんか最近なんか物の考え方が結構変わってきたなって。どういう風に？引っ越しして、この物はいるなと思ったものが、あ、いらないな、これちょっと無駄遣いかなみたいな。ここはかけるべきだなみたいな。髪もちょっと変えてみようかなみたいな。いろいろ変えてく中で自分のステップアップに合わせてビジュアルも変えていきたいなっていう、そういう感じですか？ですね。この作業を教えてくれた美容師さん見たら超怒ると思うから、モザイクしてくれて。なので4時間講習してくれてるんですよ。ちゃんと私がやってるかどうか。今回その切る髪の難しさで言うと10段階で
わかんない、切ったことないもん。ちょっと頑張ればとかはボコボコにされます。そんなこと言ったら難しい、とにかく難しい。私2日間講習受けて、あと5時間か、そう講習受けて、もう最初覚えること多すぎてできないし嫌になって、もう嫌だわっつって、教えてもらってる分際でちょっと次の日にお願いしますって言って、次の日にしてもらって、で復習して初めて、ああそういうことかって分かって、でもそれでも私が教えてもらってるのは本当にやる美容師さんの作業の半分以下。だから髪の毛切るにしても、コームの持ち方一つにしても決まりがあるし、ハサミの向きとかも決まりがあるし、では坊主にしていきます。失敗したら美容師に、ここが結構しっかりしてるから短め似合うと思う。輪郭がぼやけてる人似合わないけど、ぼやけてないから似合うと思う。イメージ、すごい、すっげー、すごい、ギュン。前髪の範囲を決めていきたいと思います。この耳尻、つむじの指2本分前、ここからここまでが前髪です。ここにゴールにして、ギュン、はい、あ、綺麗にできた。つなげる、あ、綺麗にできた。だいたい平等じゃないですか。ここで、ここを前髪とします。文句ないですね。分かんないな。反論するなら今ですよ。で、全部剃るって話ですね。ウィーン。このぐらいかな。眉のちょい上でアップバングに最終的にしようと思ってます。長めからやりはしますよ、うん、怖いから、うん、いるか、うん、切ってから考えよう。切ってから考えよう。まさい、イメージ、イメージ見守ってますね、トリミングを。トリミング、うん、危なかった。飼い主のトリミングを。冬はこの真ん中をガイドにして、この後ろとサイド10センチぐらいに切っていこうと思います。頭に対してこう垂直の角度で手習って。ガイドって何ですか。あ、ここの長さを基準にこう、ここも全体切っていく。その全体のガイドになる毛を今切っていきます。で、指を頭と平行に持ってこう切っていくと、この繰り返しです、ずっと。今やったのは全体の何パーセント。40。あ、結構いってる。30。20。ゼロ。分かんないです。こっから坊主にするするかもしれない、うん、ルートもあるかもしれない。巨匠かもしれない、そこまでは、うん、でも練習に切ってるだけであって、うん、完全形は坊主かもしれない。いやだって言われてもいい。ポーテンはそういうお店なんで。そういうお店なんで。イメージで、サイドと前髪をつなげていきます。こことここ別で切ったじゃないですか、うんうんうん、だからおおよその目安はついてるけども、うんうん、完璧じゃもちろんないから、うん、そこをつなげるっていう作業です。すごいうねりますね、マジで。うねるんだよね、すごいな。ちょっと見本見てきます。お疲れ様です。お疲れ様です。今髪切り中です。めっちゃ切ってます。2時間半ぐらいやってます。マジで。そう、ほんと大変。だって人の方が疲れてるもんね。すごい多い髪の毛でございます。こんなに髪の毛あったのか。すごいね。イメージ。いや、もう頭とぶつかる。2日目ですね。はい、2日目、はい、お願いします。褒めた状態。お、いいじゃん、私うまいの。え、私うまい、ちょっとうまいの、マジで。よし、一回じゃあシャンプーしてもらって、じゃあ乾かしていきます。はい、お願いします。だいたいこの黒目の内側らへんから先をこう後ろに立ち上げたいので、はい、後ろに向かって乾かしていきます。こうやろうと思ってるんですけど、こっち側も立ち上がってないと背中こうなるので、もうなんか左右に乾かす感じで、サイドは前に向かって、前髪を、うん、こっちに、ワックスあります？ワックスは
枝豆2つ分。枝豆ってどのぐらいだと思います？このぐらい？これ2つ分だと思います？すごいでしょ。そう。じゃあこれでいきますか、はい、これを揉み込みます、はい、で、この指の股どこまでしっかり揉み込む、両手、両方、まんべんなく、まんべんなく指の股、この部分を揉み込む、で、はい、でこの状態でこうセッティングしていきます。後頭部から指入れて揉み込んでいきます。ワックスを行き渡らせる、まず最初に第4ヘアに落ち着かせていく。この辺は私マジやったことないんで、気になる人は YouTube 見てください。プロのこれちょっと後ろ撮りたい。顔こっち向けて、今刈り上げを見せたい。を行き渡らせる、で振り下ろして落ち着かせていく。で前髪、で、トップボリューム欲しいところはこうねじるといいそう。ナチュラルですね、何にもしてない眉毛ですね。ちょっと顎を上げてます。あ、でもめっちゃなんか腐ってるみたいですね。綺麗。来たらそのままそれ生かそうかな。まっすぐよりは山ある方が似合う気がするんだよ。ちょっと私の独自のやり方なんですけど、私は多分山ある方が、若干ある方が似合うと思う。じゃあ山ありで。気に入らないの。ちょっとこっちの眉毛の方が若干眉が高いんですよ。まだ高いんだよな。平等にしたいけど眉毛って左右違って当たり前だから、うん、やりすぎても沼にはまっちゃうんですよ、うん、あ、後ろもっと刈り上げちゃってもいいかも。このサイドと後ろを刈り上げてるんですけど、ちょっとサイドいいですか。だいぶ刈り上げてるんですけど、もっと行ってもよかったかな。で、ちょっと毛量が半端ないので、それを抑えるのとアップバングにするっていうのだけ決めてやりました。どうですか。結構違う。違いますよね。だいぶ切った。後ろはなんか見えないんだよ。あ、鏡で見ます。逆逆。ん？ん？うん、そっちから後ろ鏡を映すんですよ。あ、ん？どういうこと。逆逆。うん、そっちから後ろ鏡を映すんですよ。あ、下角度によって見えるから。そうそう。え、鏡の中の鏡越しに見るってこと。そう。なんでわかんないの。え、じゃあ自分の横顔見るの初ですか。そんな見ないね。へえ。見方がわからない。横向いて鏡にまず映んないと横映んないじゃないですか。だからまず横を向いてこっちに映る。で、それをそのちょっとじゃあ横向いてください。そう、横向きをこの鏡に映すんです。それをこれで見る。だからここに映った自分をこれで見る。こっちじゃない。こっち。こんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。素人の髪切りコーナーでした。計何時間ぐらいかかりましたか。5時間とかはやってますよね絶対。一番苦戦したところはどこですか。全部難しかった。やっぱり美容師さんはすごい、はい、全国の美容師さんすいませんでした。多めに見てください。ではこんな感じで、はい、いただきます。はい、また次の動画で会いましょう。監督ラボの加藤でした。いいと思います。ビフォー。帽子かぶってみたいなっていうのもあって。ごめんな。ごめんな。頭いっぱい入ってるかもしれない。言い方。ダメよ。危ないよ。現場から以上です。